こんにちは、タカパロチッチです。こんにちは、栃木シティスタジアム DJ の山口彩です。あ、こんにちは。劇坂の視聴者の皆さん、はじめましてですね、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、僕たち、はじめましてということなんで、自己紹介させていただきます。お願いします。今、栃木シティという関東サッカーリーグ一部の栃木シティに所属してます、田中パロジンチです。イエイ。もうね、サッカー選手として知ってる方も多いと思うんですけども、まあ、YouTube であったり TikTok もね、すごいいろいろと更新されていて、そうなんですよ、はい、もうすごいアシストしてくれるうちのチームでも本当ちびっこからも大人気の選手でございま す、ね、大人にはあまり、そこもね、すごい、はい、人気ありますけど、まあ、はい、で私は栃木シティのスタジアム DJ として6年目になります。はい、6年。そうなんですよ。すごいな。なかなかこう女性がやってるのも珍しいみたいで、はい、そうなんですね、やらせてもらってます。はい、で、何でしたっけ今日は、はい、今日どこに来てるんでしょう、今日はスティットボールアカデミーさんにお邪魔しています、はい、今日は潜入していこうと思ってるんで、皆さんに見せていけたらなと思います。そうなんです。今年の4月に開校したばかりということで、はい、3つの学科もあるということなんですけども、あそこら辺ちょっと我々もまだ詳しくないので、はい、本当今日はサプライズで潜入していきたいと思います。いろいろ体験していきたいと思います、はい、ではよろしくお願いします。行ってきます。さあ、やってきました。やりました。では潜入していきたいと思います。プロフットボール学科の、ね、授業にお邪魔したいと思います。お邪魔します。お邪魔します。あ、どうも。失礼します編入生です。ありがとうございます。思ったよりちょっとリアクションが薄かったですね。まあ、ちょっとね、多分集中してるんで。そうですよね、はい、ちょっとじゃあお邪魔させていただいて、はい、席はそちらでよろしいですか。あ、わーってなると思いました、ね、はい、握手が思ったよりね、ちょっと真面目なんでね、真面目に授業受けてるんで。はい、じゃあ、前見てね。で、次の、はい、質問になります。サッカーの攻撃に対する守備、守備に対する攻撃の原則はってことで、はい、攻撃で、はい、突破の時には守備は何したらいいかな。はい、パウロ君、何でしょうか。ちょっと待って、守備は、ブロックを作るんです。あ、教えてやって。はい、ブレスです。おお、あ、そういうそういうことか。うん、難しいよね。いろいろ答えはあるよね。はい、ということで今プロフットボール学科が、練習してるんですけど、潜入して行きたいと思います。もう始まってるんで早速行ってきます。最初に私たちが潜入したプロフットボール学科はプロサッカー選手、プロフットサル選手を目指す学科になっております。栃木シティや品川シティといったプロチームと同等の環境で技術、戦術を学ぶことができるのがこの学科の特徴です。また JFA 公認指導者ライセンスを保持したコーチ陣からの指導が受けられるのはもちろん、指導者育成やゲーム分析の授業が充実しているのも魅力の一つです。はい、ということでプロフットボール学科の、選手に来ていただきました。ご紹介してください。シティフットボールアカデミーのプロフットボール学科、吉原です。うわ、よろしくお願いします。プロフットボール学科ではどんなことを普段学んでいらっしゃるのかなというのを聞きたいなと思ってます、はい。午前中は主に座学で英会話だったり、資格の勉強、パソコンスキルの勉強だったり、はいはいはい、まあ、もちろんサッカーの勉強ももちろんして、で午後にグラウンドに来て練習をしてっていう感じのスケジュールで。で、午前にやってることはなんか僕も今も学びたいこと、すごいあるから僕も体験しましたけど、僕も今学びたいって思ってることなんで、今学べるっていうのはすごいいい環境だなと思います、はい、最高や。次行きますね、はい、はい、練習っていうのは毎日どれぐらいやってますか。2時間は行かないで練習して、天候が悪くなければ、まあ、自主練習10分ぐらい行って、合計2時間です。はいはいはい、いい環境やね、こうやって、はいはい、この学校のグラウンドとかこの設備どう思いますか。初めてやっぱ来た時に環境面がすごく整ってるなっていうのは、自分の経験したチームよりもすごいなっていうのは率直に感じました。僕もね、ここめちゃめちゃすごいなと思ってるし、そういう環境でいろいろね勉強できるっていうのは
最高やと思います、はい、いっぱい学んでね学校を卒業してこんなとこに就職したいとか、まあ、そういう将来の夢っていうのはありますか？はい、もちろんプロサッカー選手を目指してはいるんですけども、まあ、その先に自分は試合分析だったり、そういった指導の方にもすごく興味を持ってこの学校に来たので、アナリストだったり、そういった方の職業に就ければいいなと思っています。詰まってますね、ここにじゃあ、はい、全てが。いや、すぎるんかい。真ん中ちょっとね、間違えちゃいました。はい、まあ、からまたうっかりさん、はい、また潜入ということで。そうなんです。今度はフットボールビジネス学科にお邪魔しそうですよ。いろいろありますね。ねえ、はい、では行きましょうか。行ってみましょう。行ってみましょうやめとこ。間違えました。間違えてないです。ここです、ここです。うわ、変なやつ持った。田中パウル勇気です。ありがとうございます。最高それ。すごい、すごい、もうすごい助かるわ。はい、じゃあイベント作りの段階と計画のところで、まあ、プレゼンテーションっていうのが重要だよという話をしてます。で、プレゼンの手順として上に書いてあります。挨拶、それから、まあ、今日はねちょっとスライドはないけど、もしスライドがあったら企画書だったりスライドを用いて説明をする。私、山口彩も2分間のプレゼンテーションに参加させていただきました。短い時間で自己紹介をまとめるのは難しかったんですけど、なんとかスタジアム DJ の意地を見せられたかなと思います。さあ、この後パウロ選手がプレゼンテーションするようなので、良いお手本を見せてくれるのか注目です。じゃあ続きまして、はい、田中パウロ。絶対無理やん。カモンなくないね。おかしいやん、おかしいやん、無理やん。この後めっちゃ喋れてねんか、こんなの無理やで。マガンダン、フィリピン語出ちゃった。おや、フィリピン人やから。フィリピンのハーフです。田中パウロ純一です。パウロっていうのはね、あだ名なんで、田中純一です、本当は。ということで終わります。ありがとうございました。もし入りません。ええ。あ、ちょっと今のちゃうな。フットボールビジネス学科はサッカー関係の仕事に就きたい子必見の学科になっております。栃木シティと品川シティのホームゲーム運営を中心に、日々の授業を通じて集客戦略、イベント企画、広報、サッカースクール運営など幅広いフロント業務を実践しながら学べるのが特徴です。他の J リーグクラブや F リーグクラブへのインターンシップも積極的に行い、様々なカテゴリーの試合運営を学ぶことができるのはもちろん、外部講師によるマネジメント講座なども実施しています。シティフットボールアカデミーのフットボールビジネス学科の三上です。よろしくお願いします。基本的に午前中が座学で、午後が実技の授業になってて、と午前中の座学はパソコンの授業だったりとか、英会話の授業だったり、栄養学の授業だったり、そういった幅広い分野の勉強を今はしていて、午後の実技は栃木シティのトップチームの方のアンケートを作らせていただいたり、ビジョンだったりそういった MC さんのお手伝いっていうのも実習の一部として、前日の準備から当日の試合運営までは、はい、やらせていただいてます。幼い頃からずっとサッカーをやっていて、サッカーに携わる仕事をしたいなとは思っていたんですけど、で高校生の時に実際に J リーグのボールパーソンをやらせていただく機会があって、その時にこう現場で働くスタッフの方だったり、そのフロントのスタッフの方のお仕事をこう実際に見ることができて、その時にすごくかっこいいなって思いましたし、その時に自分はこうプレーする側じゃなくて、選手を支えたり楽しんでいただくために頑張りたいなっていうふうにその時に思って、はい、フットボールビジネス学科を、はい、志望しました。今の一番の目標は J リーグのチームのスタッフになって、試合運営を円滑にできるようなスタッフになるっていうのが一番の目標で、やっぱりこう
スタジアムにいろんな方が来てもらって、ま、毎週ここに行きたいなって思ってもらえるように、はい、なりたいなっていうふうには思ってます。そして最後にお邪魔したのはマネージャーホペイロ学科。マネージャーホペイロ学科ではチームや選手をサポートするマネージャー、スパイク、ユニフォームなどの管理を行うホペイロの育成を目的とした学科になっております。栃木シティや品川シティなどのプロチームに帯同して遠征スケジュールの管理や用具管理など幅広く学べるのはもちろん、フットボール業界のネットワークを生かした各クラブへのインターンシップを体験できるのも特徴の学科になっております。はい、ということで今からマネージャーホペイロ学科に突撃したいと思います。ここね、ここなんで行ってみたいと思います。お邪魔します。はい、しっかり整備されてます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。わし今もしっかりスパイクを磨いてらっしゃいます。僕もやらせていただけますか。あ、じゃあパウロのそのスパイク。あ、そうですね。洗おうよ。ちょうどいいですね。今さっき練習してきたスパイクを今からちょっと振らせていただきたいなと思います。ちょっとプロにもちょっと学びたいと思います。はい、ということで脱いだんで、ちょっとね体験させていただきたいと思います。あ、しっかりスパイクは見るようにしてくださいね。わーわー、あ、これで、こうやってやった感じでやったのが、はい、出来上がりがこちらになります。もうピンピカピンで、もう綺麗に光沢もできるぐらいで、こうやって仕上げてもらえるからこそ僕たち選手は気持ちよくというかありがたみを持ってプレーできます。そんな感じです。マネージャーホペイロ学科のお二人に、インタビューをしたいと思います。通称マネホペカやね。通称マネホペカです。言ってみたかった。ごめんなさい。自己紹介お願いします。シティフットボールアカデミー1年、マネージャーホペイロ学科、山口です。同じくシティフットボールアカデミー1年、マネージャーホペイロ学科、磯です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、マネージャーホペイロ学科ではどんなことを普段学んでますか。平日はだいたい学科をやって、午後は現場に出て、マネージャーの業務をしています。で、土日など、試合がある日はチームの実習について行って、試合の現場のサポートだったりチームのマネージャーをしています。あとは、トップチームの方が試合があったら、運営のサポートだったり、栃木県協会、サッカー協会の方も、運営を手伝ったりもしています。そうなんですね。そうやって経験できる機会なかなかないので、はい、最高だと思います。もともとはマネージャーとかなんかいろいろやってたんですか。怪我の時とかにサポートには携わっていましたけど、高校までは私も選手としてやっていたので完全にやっていたわけではないです。はいはい。学科を選んだきっかけとかはありますか。僕は小学6年生の時に元名古屋グランパスの松浦さんに憧れて、マネージャーホペイロを目指そうと思いました。次、学校のグラウンドとか設備とかすごいいい環境っていうのは分かってると思うんですけど、どうですか。プロ同等の環境で選手たちもやれてると思うし、その分私たちも同じ場所で学ばせていただけているので、整ってなかったらそのような業務も学べないので、うんうん、でも恵まれた環境でやれていると思います。そうですよね。素晴らしいこと言ってくれました。もう僕がね、あんまりちょっと喋れないんで全て言ってくれました、ね、学校卒業してこんなところに就職したりとか、そういう将来の夢とかありますか。僕は名古屋グランパスのマネージャーになりたいと思ってます。それまではいろいろなチームに行ったりして、将来的に名古屋グランパスのチームのマネージャーになろうと思っています。私は J リーグ、Wリーグどちらもチームの即戦力になれるマネージャーやホペイロになることを目標にやっています。はい、ということでシティフットボールアカデミーさんにお邪魔させていただきました。いやー、サッカー、フットサルの専門学校ということでね、僕も初めて行ったんですけど、すごかったですね、うん、なんかここではやっぱ実践的なことが学べて、はい、
で、栃木シティの施設も使えて、そして、プロの環境でいろいろな実習ができるという、サッカー、フットサル関連の、あの職業に就きたい方、プロ選手やクラブスタッフに、ね、なりたい方、ぜひ、ここおすすめなんじゃないかなと思います。私たちと一緒に、はい、シティフットボールアカデミーで学んで、はい、サッカーの仕事をしていきましょう。うわ、もう全部まとめちゃったありがとうございました。ありがとうございました。